父島黒木は、灰の木下灰の貴族の常緑低木。樹高は1から2メートルになり、枝は黒子色を帯び、毛はなく、細くて屈曲する。葉は、単葉で固成し、長さ3から5センチメートル、幅1.5から2.5センチメートル、先端は丸く、基部はくさび型になり、傭兵は、長さ1から1.3センチメートルになる。葉質は、薄い角質で、 円はわずかに、利面側に反り返る。火器は10から12月。花は溶液に一重なし、計7から10ミリメートルの単光色で、花管はご心裂する。つと、額裂片、花管裂片ともにその先端は丸く、円に毛がある。湯水は、多数う,うあり、花管より長い。果実は長円で、長さ約15ミリメートルになり、 翌年の秋に黒く熟す。日本の小笠原諸島の父島に特産する。現存する個体は50個体程度であるとして、環境省の絶滅危惧アイエルイに選定されていた。同じ小笠原諸島には、父島に特産する、葉が著しく裏面側に巻き、表面の葉脈の側脈が貫入する金塩種の打ち出し黒木が、母島列島の向こう島には、 受高が7から8メートルになる禁煙種の無人黒木があり、両種とも環境省の絶滅危具合 A 類に選定されている。いずれも本土の黒木に禁煙だが、小笠原の3種の遺伝的距離はごく近い。本土から渡ってきた一種が小笠原で分化したと考えられる。絶滅危具合 B 類2000年までは、絶滅危具合 A 類。ありがとうございます。